カザフスタン共和国軍の兵士カザフスタン陸軍の標識カザフスタン共和国軍はカザフスタン共和国の国軍。旧ソ連軍の中央アジア軍管区の部隊を継承して現在に至る。1991年10月25日、カザフソビエト社会主義共和国国家防衛委員会創設。1992年5月7日、カザフスタン共和国軍が創設され、 国家防衛委員会はカザフスタン国防省に解消された。1993年2月11日、最初の軍事ドクトリンが承認。4月2日、カザフスタン海軍創設。4月9日、国防及びカザフスタン共和国軍法成立。1994年4月1日、平和維持軍独立自動車化狙撃大隊編成。5月6日、 アクチュビン民海航空高等飛行学校に空軍学部創設。1995年2月10日、CIS 加盟国統合防空システムの創設に関する協定に署名。1996年8月1日、国防省幼年団創設。6月4日、アクチュビン民海航空高等飛行学校が TR ベゲリギノフソ連邦英雄名称 アクチュビン高等軍事航空学校に改編。7月18日、軍機制定。8月17日、海軍機併用9月13日、空軍機と防空軍機を施行。1997年2月11日、アルマータ高等軍事学校をカザフスタン共和国軍軍事アカデミーに改編。同日、制服都市器別賞が制定される。 4月22日、憲兵部隊の編成が始まる。11月17日、カザフスタン共和国軍総本部が参謀本部に改編。1998年、防空軍、国境警備軍、一般任務軍の3軍種制定。11月27日、諸兵家共通総店制定。1999年3月27日、 SK 沼ガムベトフ上級大小名賞、ジャスウラン共和国学校創設。7月2日、国境警備軍が、カザフスタン国家保安委員会国境庁に改編。2000年2月10日、新軍事ドクトリン承認。7月6日、機動軍が創設され、軍管区制度が導入される。2001年3月20日、契約制軍務法採択。5月7日、軍管区に、 軍記事よ。10月15日、国防省無線電子、通信軍事技術大学創設。2002年9月21日、カザフスタン共和国軍軍事アカデミー開校。2003年、軍事アカデミーが国防大学に再編。2004年1月16日、参謀本部が参謀庁委員会に改編。5月7日、現在の地上軍、防空軍。 海軍の3軍種が確立し、機動軍が空中機動軍に改編された。また、軍管区は地域司令部に改編された。7月10日、アクチュビン高等軍事航空学校が防空軍軍事大学に、高等海軍学校は海軍大学に改称された。10月31日、アルマータ高等軍事学校が地上軍軍事大学に改称。 2006年7月8日、新しい軍服と識別賞が導入される。カザフスタン共和国軍は、地上軍、防空軍、海軍の3軍種からなる。最高司令部予備の空中機動軍、独立兵舎たるロケット、砲兵軍は、2009年4月に、地上軍に編入された。地上軍は、4個地域司令部に分かれる。海軍については、 カザフスタン海軍官邸一覧も参照。休憩中のカザフスタン共和国軍病。アルマトイにて撮影カザフスタン共和国軍には陸軍式と海軍式の2種類が存在する。上級大将の階級は陸軍式のみしかない。なお、航空隊の飛行、技術陛下の召喚の階級には航空の交換する。右側の表記はカザフ語。 陸軍式階級の一覧、海軍式階級の一覧。カザフスタンには、カザフスタン共和国軍の外、各省庁が管轄する、準軍隊が存在する。これら準軍隊は、平時は、各省庁が管轄するが、戦時は、国防省の統制下に入る。ありがとうございます。